矢野康則とラジオとなんですけど、どうも皆さんこんにちは、矢野康則です。矢野康則とラジオとなんですけど、第87回目やってまいりましょう。白い服が着たいです。以上ということで、白い服が着たい系話しましょう。ちゃんと詳しく話しましょう。私ね、体格大きいんですよ。そんな人がね、膨張色を着ると余計に体が大きく見えちゃうんですね。だから結構白い服、明るい服をね、敬遠しがちなんですよ私。だからどうしても買っちゃう服の色が黒とか茶色とか青、紺、柄物とかが多いのね。ただね、白 T が欲しくなるんです、どうしても。でこの間さ、無印良品に行ったら、なんか良さげなね、白 T があってさ、試着室まで持ってって着たの。で、着てみたらさ、もう本当に体大きく見えて、布団のシーツ上から被ってんじゃねえかっていうぐらい、すごく体大きく見えちゃったのさ。その試着室に持ってった白 T っていうのが、もともと結構ゆったりとした着丈のものだったのね。だから、あ、白い服着るには、もうちょっと体のラインに沿ったものの方がまだいいなって思ったんだよね。もっと分かりやすく言うと、本当は下着の白シャツみたいなさ、綿シャツみたいなぐらいの方が、まだいいんだなっていう風に思ったのさ。だから、あ、ダイエットっていうか、お腹の脂肪を落とさないとなっていう風に思ったんだけど、だからね、お腹よりももっと気をつけなきゃいけない部分があって、それがね、おっぱいなんですよ。運動の経験とかがないのに、遺伝の関係なのか、私おっぱいちょっとあるんですよ。しかもこれがもちろんその脂肪、余分なものもあるんですけど、胸筋なんですよね。 T シャツとかをかっこよく着たいと思った場合、私は胸筋を鍛えておっぱいの形をもうちょっと整えていかないとちょっと着づらいっていうのがあるのよ。最近またトレーニングジムとか通うようになって、筋トレをやるようになったんですけど、ひたすらチェストプレスですね、ダンベルプレスとかをやっていければなというふうに思っております。ということで、久々にジムに行ったらダンベル全然持てなくなった系シンガーソングライターの矢野康成がお送りします。矢野康成とラジオとなんですけど、今回のお品書きです。今回は動画の進捗と今週の映画過去作レビューを1本紹介していきます。それではまた動画の進捗からどうぞ。矢野康則の弾き語り部屋、新着情報。動画の進捗やってまいりましょう。今回は8月の21日に投稿した楽曲の紹介です。今回歌いましたのは、バンプオブチキンさんのグロリアスレボリューションでございます。こちらは2000年3月に、バンプオブチキンさんが発売しました、インディーズ2枚目のアルバム、ザ・リビング・デッドの収録曲となっております。私は何度かバンプオブチキンさんの楽曲歌って投稿はしています。その時にもラジオの中で言及しているんですが、私にとってバンプというと初期作縛りに近いぐらい、初期作しか知らないっていう状況なんですね。で、そんな中でもこのグロリアスレボリューションは、かなり最初に覚えた楽曲として私の中では記憶しています。まあ、この収録されているリビングデッドもですね、かなりいい歌ばっかり揃っているんですけども、なんかね、記憶としては私このアルバムでグロリアスレボリューションを聴いたっていうイメージがないんです。思い返してみると、映像で見てる記憶があって、音源じゃなくて、可能性として2つあって、1つがこれ、2000年の2月に発売されたバンプオブチキンのミュージックビデオ集、ビデオポキールっていうのがあるんですけど、これをね、姉から借りて見ていた可能性がかなり高いです。だからなんかね、スペースシャワーかなんかの番組で見ていたような気もして、なんとも言えないんですけど、このビデオポキールに収録されている楽曲を見るとですね、まさにぴったり当てはまるんですね。なんで多分このビデオポキールだと思われます。天体観測がね、この翌年2001年に発売されて、ここでバーンって売れて、どん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 全国区になっていくという流れがあるんですが、その天体観測が発売される1年ぐらい前に、私はこのバンプオブチキンというバンドを知っていたんですね、姉のおかげで。だから、2000年なんで、ちょうど中学校2年生の時、中1から中2に入るぐらいの時でしたね。まあ、なので、お前らこんなかっこいいバンドあんの知らねえだろう、ウィーって言ってたのは覚えてますね。まあ、
黒歴史の一つですよ。だからこのグロリアスレボリューションって自分の中ではかなり青春と言いますか、なんかギターを始めた直後ぐらいに聴いてた楽曲でもあるので、なんか青いんですよね自分の中のイメージが。なんか自分本当に学生の頃を思い出して歌ったような感覚が自分の中ではありましたね。本編の中で、まあ、ボーカルの藤原くんが歌ってていいなと思った部分が、まあ、多分ね他の方も言われてるとは思うんですけど、サビの最後の部分ですよね。まいったなこれ取れねえしよう、鍵も多分なくしちゃったっていう歌詞が出てくるじゃない。あそこのさ、なくしちゃったの言い方がさ、すっごい切なく聞こえるんだよね。もうあれをどうにか再現したいと思って今回は、はい、歌ってみた記憶があります。ただねこれね、やっぱり元々がやっぱりバンドの楽曲なので、やっぱねこうバンドサウンドで聴いた方が私はいいと思います。もう自分の動画の進捗で聴いてくださいって言って言いながらその後に言っちゃうともう身も蓋もないですが、あのぜひともねこの原曲の方を聴いていただければ嬉しいなというふうに思います。だからもう紹介としてのね、はい、弾き語りという感じで今回は歌ってみましたので、気になった方はですねちょこっと聞いて、あバンドだとどんな感じなのかなっていう想像を膨らませてですね、ぜひともバンプオブチキンさんの本家の音源の方を聞いていただければなというふうに強く思います。2つともご視聴のほどよろしくお願いいたします。8月21日に投稿しましたのはバンプオブチキンさんのグロリアスレボリューションでございました。今週の映画やってまいりましょう。今回は旧作のレビューを紹介していきます。今回お話しするのは仁義なき戦いでございます。こちらは1973年に公開されましたヤクザ映画という部類のものでございます。監督が深作欣二さん、私の世代で言うとバトルロワイヤルの監督さんですね。そして、仁義なき戦いの主役を演じているのは菅原文太さんですね。私たちの世代で言うと千と千尋の神隠しのカマジーの声を当てている方です。まあ、この菅原文太さんがもうかなり若かりし頃に主役を張って大ヒットを収めたのがこの仁義なき戦いなんですね。この仁義なき戦いは全5部作になってまして、私は1から5完結編までを視聴しております。仁義なき戦いという映画がどれだけ面白い映画なのかっていうのを、まあ、私のこの拙いおしゃべりで、少しでもお伝えできればなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。この仁義なき戦いっていう作品はですね、実話を元にしている、まあ半分ノンフィクション半分フィクションのようなお話と思っていただければいいんじゃないかなと思います。この元になっているのが1950年頃から約20年ぐらいかけて広島で起こった暴力団の抗争、広島抗争を描いている作品なんですよ。出てくるその仁義なき戦いで出てくるキャラクターっていうのはほとんどが、実在する人物がモデルになっています。本当にあったことなんだっていうことにまず驚いたんですよね。映画だとかなり暴力描写は多いんですけど、でしかもその暴力描写っていうのをある種のエンタメとして徹底的に突き詰めているものになってるんですよね。じゃあなんかその血みどろな生臭い感じの話なのかって言ったらそういうわけでもなくて、仁義なき戦いで敷かれてるものとしては群像劇なんですよね。ものすごい数のキャラクターたちが登場してそれぞれの思惑があって、その思いが交錯していくっていうかなり難解なお話なんですよ。ただそれを聞いてしまうと多分見なくなっちゃうんですよね。そこをものすごくすごい勢いでぶっ壊していくのが深作欣二さんがこう徹底的に出したバイオレンス、こう暴力っていう部分でのある種のエンタメなんですよ。本当にやったのか分かんないんだけど、初作で第一作でやってたとあるシーンでもう、あこれ全部見なきゃダメだっていう風に思ったのがあったの。主人公の肖像が刑務所に収監された時に同じ部屋にヤクザの組織にいて今収監されてる人と同室になるんですよ。でその人がここからどうにかこの部屋から抜けたいっていう風に考えて、何をするのかっていうと、自分で腹かっさぶくから頃合いを見て、こいつが腹かっさばいて自殺してる、誰か助けに来てくれって呼んでくんねっていう風に言うわけです。で、ああ分かったよって肖像が言うと、じゃあ俺とお前はこれから兄弟分じゃけえって言い出して、これ梅宮辰夫さんが演じてんだけど、
でこのじゃあ兄弟の杯を交わしたいけど、けど何すんの。兄弟の杯ってあのお酒をね、あのこの杯に入れてこうやって互いに飲んで、これで僕ら仲間だねっていう風にやるんだけどさ、今は杯がないげの、じゃあ腕ばきって血すすり合おうやって言って腕切って互いの傷をキューって吸って、兄弟分の杯をそれで交わしたってことにしようぜっていうんですよ。梅宮辰夫さん演じてる、名前忘れちゃったんだけど、そのキャラクターは実際に本当にあの小刀で腹かっさばいて、そのまま刑務所から移送されるっていう話になってくるね。これを見た瞬間に、あ、これ見なきゃいけないっていうふうに思いました。1945年に太平洋戦争が終了してから5年後経ってます。で5年経っても日本っていうのはまだ治安があんまりよろしくないっていう状態だったんですよね。しかも1950年っていうと朝鮮戦争が始まるので、この後朝鮮特需とかも出てくる、まあ、時代がかなりゴロゴロ激動の時代をね、こう舞台にしてるわけ。ここでその主人公が、まあ、ひょんなことからヤクザの組織に入っていって、でそこからどういう風な歩みをしていくのかっていうのを5部作続けてずっと描いていくんですよね。まあ、第2作が若干違うものではあるなーっていう印象はあったんだけど、でも全体通しての主人公としてその菅原文太さんが演じる広野正造っていう男がどういう風にヤクザの世界で歩んでいくのかっていうものをずっと描いている作品です。今思うと、ああなんかだから昔のその戦後間もない頃っていうのは本当に治安が良くなくて、いわゆる超法規的なもので治安を維持せざるを得なかったんだなっていうのは感じたんだよね。その国とか警察、いわゆる国家権力みたいなものがちゃんと治安を守れていなくて、そこの地元にいた腕っぷしのいいやつらが半ば実力行使を持って治安を維持するっていうような形をとってた。でそれを政治家とか国家行政っていうのがなんとなく黙認、半ば協力ぐらいにしていたっていうのが、まあこの作品の中では描かれています。まあそれが実際にどれぐらいになったのかっていうのはわからないんですが、っていう風な感じの話が最初は描かれていくんですよ。ただ20年ぐらい経ってくると、朝鮮特需もあるし高度経済成長期に入っていくので、国家権力とかがどん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 力を増していく。でそこからどんどん暴力団ヤクザ組織っていうのが目の上のたんこぶになってしまうわけですよね。そこからどん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 警察が中心となって暴力団を壊滅に追い込もうとするっていう動きになっていくわけ。だから20年かけて広島構想っていうのも描くと同時に、このヤクザ組織がの隆盛から凋落までを描いていく話でもあるわけですよ。見ていくとちゃんと、なんだろうな、その人物がどういう風な思惑でどういう風な動きをしてるのかっていうフローチャートをちゃんと追って見ていくと、多分なおのこと面白いんですけど、それを見てなくてもその所々挟んでくる、あのオンドリアーって言って拳銃パカパカ撃ってくシーンとか、あの刀で切り合うシーンとか、おーと思う瞬間はあるんじゃないですかねっていう感じがします。まあこれはまあ過去作なんでネタバレとかもガンガンありきで喋っていきます。これからちょっと本編の結末みたいなのもちょっと触れて話していこうと思いますので、ご注意ください。この仁義なき戦い5部作ではこの広島構想っていうものが終結していくまでを描くというよりかは、主人公の広野正造がヤクザの組織に入ってから引退を決意するまでの話を描いています。だから構想自体は終わってないんですよね。自分がヤクザ組織に入ってから20年ぐらい経つんですよ。で20年経って広野は刑務所に収監されたりとか、いろいろなことがあるんですけど、その間にそのヤクザ組織の中心人物がどんどん変わっていく、つまり世代交代が進んでいくんですよね。で広野はそこでもう自分たちの世代じゃないんだなっていうのを痛感すると同時に、国家権力が力を増してヤクザ組織を壊滅させていくっていう現状を目の当たりにして、ヤクザっていう組織っていうものがもう時代の流れから外れてしまった、いずれ滅ぶものだろうっていうのを達観するっていう話なんですよ。で第5作目では自分の全く知らない人でも自分の手下だよって言われてるやつが死んじゃうんですね。自分の一応組織の子分ですから、正造は
そのお葬式に香典を持っていくんですけど、もうお葬式に入ったところでその死んだやつが誰なのかっていうのもよく分かってないし、でそんな中でズケズケとやってきても、すいませんどうもみたいなとこのもうその関係性でもないわけですよ。むしろ多分その遺族としてはそういう風な道に引き込んだのはお前たちだっていう多分思いに駆られてしまう。でそこで、あ、もう自分がもうその引っ張っていくとか、その状況を全て把握できているっていう状況じゃないっていうのを痛感して、香典袋を玄関先に置いてそのまんま立ち去る。でその瞬間に肖像はヤクザから足を洗うということを決意するっていうことで話が終わるんですね。だから、あーなるほどねと思ったのよ。個人的にはなんか全ての話が全部丸く収まるというか、結末がちゃんと描かれるのかと思ってたんだけど、あ、そうじゃないんだと。あくまで肖像のヤクザに入ってから終わるまでを描く話なんだ、そこにいろんな人間が絡んできてんだねっていうのを感じたの。そうなってきた時に五部作見て改めて、あ、これはエンタメだっていうふうに思ったんですよね。でもエンタメだと思ってたけども、これは実録でもあるよっていう部分、ここのものすごい興奮度合い分かりますか。え、これが、まあ、ある程度の脚色とかフィクションがあったとしてもベースがあると、しかもこれが本当にあったんだと思うと、なんかちょっと怖いなと思ったんですよね。それをすごく感じましたね。でこの後ヤクザ映画っていうのは若干加工気味になっていくんですけど、この後別の視点でヤクザっていう組織を描いて大ヒットをしていくのが極道の女たち、極妻シリーズです。じゃあ今ヤクザ映画っていうのはどうなってるのかなって思うと、V シネとかでヤクザ映画っていうのは作られています。だからここら辺の流れっていうのはちゃんとこの仁義なき戦いから来ているとは思うんですけど、これとはたもとを分かれて別のベクトルで仁義なき戦いから来ているいわゆるこの仁義、任侠道みたいなもの、兄弟分の杯みたいな、仲間との友情みたいなものを描いていくものとしてこう分かれていったのは、私はあのヤンキー映画だと思います。映画で言うとビーバップハイスクールとかですかね。でそこから今映画とかでやってるなんだっけ、あのハイ&ローシリーズとか、ああいう、あと今日から俺はもう、まああれもねコメディ路線はあったけど、でももともとヤンキー同士の不良の映画じゃないですか。であれも2つの敵対する組織が何かを原因にして激突していく、抗争に発展していくっていう話、この仁義なき戦いと一緒なんですよね。だからそこら辺のプロットっていうのがちゃんとその不良映画にもちゃんと通ずるんですよね。だから何が違うのっていうと、飛び道具が出てこないとか、ね、あとはポン頭が出てこないとか、そういう感じです。どちらかというとあの殴りに行くっていうね、そういう感じにはなってます。だからマイルドにはなってるし、そういうような描写が最近はないけど、マイルドになったけれども、ちゃんとこの仁義なき戦いっていう金字塔の作品からちゃんと流れを組んでいるものが未だに残ってるんだよっていうのを最後に伝えたかったわけです。しかもねこれね、話としてはね2時間ありません。全部1時間40分から1時間半ぐらいで全部終わります。今のねハイアンドローとかでさ、イケメンがキャッキャウフフやってんのがいいなと思った人はね、ぜひねこの本流をね、源流を見に行ってくださいね。あの支流じゃなくて源流、山の奥の源流、泉が湧き出るところにね、あの菅原文太さんが待ってますから、ぜひね見に行ってみていただきたいなというふうに強く思います。今回お話しいたしましたのは仁義なき戦いでございました。矢野康則とラジオとなんですけど、エンディングでございます。夏といったら皆さんそうめんね食べる方多いんじゃないでしょうか。そうめんってどうやって食えばいいんですかね。すごく悩みます。まあ、一つは普通にね湯がいてめんつゆでねつけて食べるっていうのは一回はやりたいじゃん。一回やるじゃん。で一回やったらもうね若い世代なんかもう満足しちゃうでしょ。皆さんちはそうめんチャンプルーが好きでね。そうめんチャンプルーも作ったんです。で2回作ってもういいねってなったのよ。でもそうめんがまだね食事の回数でいうと3回分ぐらい残ってまして、どうしようかなとすごく悩んでおります。でそんな私の今日の夜作ろうと思ってるそうめんレシピを最後に簡単に説明してから今日エンディングをおしまいにしたいなと思います。今日はちょっとねフォーっぽく作ろうかなと考えています。牛肉を焼いて
本当はね、牛だしのスープを作ってお醤油とかで味整えてっていうスープ作りたかったんですけど、あのスーパーに牛だしがそのお店置いてなくてちょっと残念だったので、今日はその代わり鶏ガラで作るつもりですが、まあ、鶏ガラベースのお醤油とかで味を整えたスープにそうめんを入れて、で焼いた牛肉を添えて小ネギを散らして、で味の変化の薬味として生姜を入れようかななんて思ってます。あの近々あの東京都内で気になってたあのフォーを出すお店があるから、そこに行くっつうのにさ、我慢できないんでしょうね。だからそうめんでなんとか似たような作っちゃおうっていうね。我慢せよ、できない、もう食べるの好きだから、はい、そんなグラトニー系シンガーソングライターの矢野康則がお送りしました矢野康則とラジオとなんですけど、今回はこんな感じでおしまいです。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。Bye.